皆さんこんにちは、前田敦子です。それでは早速私のプライベートを紹介していきたいと思います。どうぞ。はい、私はあんまり他の人の家でを飼っていることは見たことないペットを飼ってるんです。それはこちらです。じゃーん、モルモットです。はい、名前はショコラです。飼ったのは今年の2月ぐらいだと思います。私に唯一懐いてくれる時は餌をあげる時なんですけど、早速このキュウリをあげてみたいと思います。ショコラ、おいおい、ショコラショコラショコラ、はい、食べました。よしよし、一応ネズミなので嫌いな方もいるかもしれないんですが、私はネズミが好きなので可愛いです。はい、続いては私のいつも劇場とか AKB48 関連の時に持ち歩いているものを紹介したいと思います。じゃじゃーん、こんな感じです。いつも入れてるものはだいたい一緒なんですけど、今日入れてるものがこの品々です。はい、急にメガネをかけたわけなんですけど、私は普段家にいるときはずっとこれで過ごしてます。むしろこれがないと見えないんですよ。はい、続いてはあの頃はあんなことしてたなみたいな感じで自分の小さい頃を少しだけ紹介したいと思います。こちらです。3歳の誕生日ですね。この時にお母さんが今何歳になったのって聞いたら、3歳って言いながら2ってやったらしいです。次はセーラームーンの格好をして遊んでる時の写真です。この時よくお姉ちゃんと一緒に仮面ライダーとかの格好をして遊んでいたのを覚えてます。そしてそして、これが七五三の時の写真です。すごく緊張したのを今でも覚えてます。そしてこれが生まれて初めての海に行った時の写真です。はい、今です。あまり変わってないですね。はい、私前田敦子は滑舌が悪いとよく言われるので、勝手ながらにここで滑舌の練習をしたいと思います。題して前田敦子の滑舌を良くなろう、イエーイ。それでは早速説明をしていきたいと思います。滑舌を良くなるためには一番いい方法が、あ、い、う、え、おの5つの母音を使って発音、言葉を発音すると発音が良くなるというふうに教えてもらったので、私は最近これをよく練習しているので、ここでも実践したいと思います。それではまずはじめに基本の挨拶からいきたいと思います。まずはおはようございますは、おあおうおあいあう、おはようございますです。次にこんにちはは、おんいいあ、こんにちはです。ちなみにここでんが出てきたんですけど、んには母音がないのでそのままんと発音してください。なのでおんいいあです。ぜひ皆さんも練習して滑舌が良くなってください。はい、これで前田敦子のプライベートの紹介を
終わります。バイバーイ。